札幌市北区にある地下鉄麻布駅前に来ています。まだ朝早い時間帯ということもあって地下鉄を利用する人の姿は少ないですが、昨日運転見合わせとなった南北線は今日の始発から運転を再開しています。札幌市営地下鉄の南北線では昨日車両のタイヤがパンクし、麻布駅と北24条駅間が運転見合わせとなりました。札幌市交通局によりますと、今日は始発から運転を再開し、先ほど6時ちょうどの麻布駅発真駒内駅行きの地下鉄が発車したということです。先ほど駅員の方に話を聞いたところ、現在も目立った混乱はなく通常通り運行しているということです。以上、地下鉄麻布駅前からお伝えしました。